パンツァーシュレック、パンツァーシュレック、戦車、への脅威は、第二次世界大戦中に、ドイツ国防軍が使用した、対戦車ロケット敵弾発射機、ラケーテンパンツァービュークセ、直訳で、ロケット対戦車等の意の通である。形状が、ストーブの煙突に似ていることから、そのまま、オファンは、オーフェンドは、オーブン、ストーブの煙突、の意とも呼ばれた。パンシュレックは、 チュニジアの戦いで、アメリカ軍から露革した M1 バズーカを手本として、自軍の8.8センチメートルロケット弾とよく似た、ロケット弾を使えるように設計された。開発時期はパンツァーファウストより、わずかに後の1943年初頭とされている。最初の量産型である RPZB43、重量 9.25kg は、ロケットの燃えかす、射出後、 2メートル飛行したところまで推進剤が燃焼し続ける相手に吹きつける欠点があり、ガスマスクと手袋の着用が必要であった。通常、1発射機に対して7発のロケット弾が定数である。ロケット弾は、気温により推進剤の燃焼速度が変わるため、夏用と冬用があり、これに合わせて調整できる調整も用意された。燃焼が射出後早々に終わるため、 遠距離の目標を打つ場合は、照準が少し上に向けられ、弾道はやや山形になる。ロケット弾の速度は105メートル毎秒に達し、実用有効射程はいずれも150から180メートルであった。M1 バズーカの口径が2.36インチ、60ミリメートルで、装甲間鉄力が100ミリメートルであるのに対し、パンツァーシュレックは光景88ミリメートルで、 装甲貫徹力が、明中角90度で 230mm、60度で 160mm で、あり、当時のほぼ全ての戦車の正面装甲を貫徹する、威力を誇っていた。また、発射薬への電気添加方法は、M1 バズーカの乾電池方式に対し、パンツァーシュレックは引き金を操作すると発電する小型のダイナモを用いていた。年後半に、 改良型として標準用の雲母製透明小窓の付いた棒立てが装着された RPZB54 重量 11kg が開発された。この追加された棒立て部分は全軍で不足気味な貴重なアルミ合金を使うわにもいかず鉄製だった。そのため戦場ではこの重い鉄製の棒立てを取り外して相変わらずマスクを着用し続ける者も,もいた。 1944年には全長を約30センチメートル短くして重量9.5キログラムに軽量化した RPZB54-1 が開発されており合計314,895機の発射機と2218,400発のロケット弾が生産された。パンツァーシュレックと同時期に使用されたパンツァーファウストは国民的弾兵や 国民突撃隊のような連動が低いものでも、扱いやすい近接攻撃用の兵器であったのに、対して、パンツァーシュレックは、専門の訓練を受けた、戦車両兵、対戦車任務を行う不評のドイツ軍における名称、向けの装備として運用されより長射程で、対戦車攻撃ができた。しかし一方、使い捨ての発射等を放棄できるパンツァーファウストに対し、 重いパンツァーシュレックを持ったままでは射撃後の素早い移動が困難であった。露格したイギリス軍のユニバーサルキャリアにパンツァーシュレックを3連装で搭載し、ポンツァー・ジェーガー・ブレン731と命名して東部戦線に投入された。同様に SDKFZ251 装甲兵員輸送車やキューベルワーゲンに3連装で搭載した例もあったという。 対戦末期には小型爆薬運搬車であるボルクバルト B4C 型に6連装で搭載した簡易対戦車自走砲も作られベルリン攻防戦に参加している。1944年8月には射程と威力の増大を目指した合計10.5センチメートル型のパンツァーシュレックが計画され2種類が試作された。最初のタイプは全長2.4メートル。 本体重量1 6ラム、ロケット弾の重量は6 1キログラム、射程3 0 0ルであった。しかし、重量と全長が個人での形態に適さないほど、課題で不採用となり、次に、全長2メートル、重量1 3ラムの短縮型が作られたが、これも採用には至っていない。なお、パンツァーシュレックとは別に、対戦中に試作された。 合径10.5センチメートルの携帯型対戦車兵器がある。これは、ラックストスフレイベルファー、無反動発射機、のいの兵器種別がなされていたもので、パンツァー等と、またはハンマー、ハマーと呼ばれる、無反動砲とロケットランチャーの中間的な兵器であった。従来の対戦車ロケット敵弾発射等の射程の延長と命中精度の向上も目指したものであり、発射するものは、 ロケット弾ではあるが、推進薬の燃焼は、方針内部で終了し、推進薬の燃焼ガスを、後端から噴射して、反動を相殺するもので、発射筒全体を薬質とする無反動法とも言うことができる。パンツァーシュレックに比べ、総重量 45kg と、個人が携行するには課題ではあったが、方針は、前後に分解でき、鉄製の簡易な車輪。 用から隙用のものが転用されていた月のカニーナ、ーガ画と合わせ3人で運搬可能であった。発射されるロケット弾は重量3.3から3 5キログラム、弾頭重量4 2キログラム、作薬量1 2キログラムとする資料もある。弾頭直径は8 1 4ミリメートルで、発射後分離する、相弾頭、サボを入れた口径は1 0 5ミリメートルであった。その他、 10.5cm RFW43 とも呼ばれる。弾頭部は 8cm ポー600と同じく迫撃砲弾から流用されている。方向は初速 430m 毎秒で角度60度の 100mm 相関板を貫通できた。災害有効射程は 500m、命中精度は 500m の距離で平均誤差半径が 1x1m の範囲に 収まり、パンツァーシュレックに比べて射程が長く、この種の不評用蛍光ロケット砲としては優秀であった。1943年10月から開発が始められ、1944年には一旦開発の中止が指令されたものの、1945年に入り急遽開発再開が決定、量産が試みられたものの、終戦までに生産体制の構築が間に合わず、2機が、 試作されたのみで実践投入されることはなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。